水野勝成は小牧長久手の戦いに徳川家康陣営で参戦した際、結膜炎の眼痛で兜をつけておらず、鉢巻で戦ったことを父水野忠重に叱責され、逆ギレします。兜がなくて死んでも時の運、一番首を取るか自分が取られるか見ているがよいと、その場で糸まごいしてそのまま敵陣に突入します。そのまま一番首を取って家康に持参し、以降家康の元で行動することになります。兜なしで戦に参加するだけでなく、さらには有言実行して一番首まで取ってくるとは、勝成は後に鬼日向と恐れられ、75歳になっても一番乗りを争ったという。